はい、ということで、出ましたよろちきラジオお願いします。第40回いきましたか。はい、はい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 、ということでね、ね、この1週間、うん、1月26、27、28、29、30関西でしたね。いやいや、もうさすがに4連泊か。4連泊ちょっときつかったから。初めてぐらいじゃん。こんな帰ったわ、俺ちょっともうさすがに。途中で帰ってたの。うん、もう寂しすぎて、家が。あ、うん、もう家が恋しすぎて。恋しすぎて。もう帰った瞬間、うわ、寂しかったよって言った。え、言うか。いや、それないけど、もう子供も寝てたし、あれや。だから28かな、はいはい、がイオンモール、うん、堺のイオンモールで営業があって、うん、ね、それが、お昼の、まあ、2時半ぐらいに終わったかな。そうかそうか、うん、あ、1時半とかじゃん。1時半とかやったっけ、うん、で、奈良さんそこから、うん、言ったら次の日も大阪やってんけど、そこで一回東京に帰るという帰って、うん、さすがに、うん、やっぱでもそうそうそう、移動が多すぎたけどな。でもそのせいで多すぎたよ。だから26が奈良か。奈良やな。奈良でロケして、うん、まあやっべえぞ、このチキンペーパーでやっべえぞやって、はい、そのまま大阪泊まって、その次の日三重な。三重がもうすごかったな。三重うん、熊野市っていうね。そう、三重の熊野っていう、もう和歌山、ほぼ和歌山な。そうなんですよね、めっちゃ遠いんですよ。それがなんかのりお師匠の、うん、なんかのりお義雄主義、あ、はいはいはい、のりお師匠のライブ出させてもらって、で、その俺らとユニバースと、うん、ニューヨークさんと、はい、末広がりずさんと、うんうん、のりお師匠さん壁ポスターで行ったんか、はいはい、うん、で、なんかニューヨークさん忙しいの来てくれるから、はい、凱旋でちょっとほな熊野市行こうかみたいなのりお師匠が言ってくれたかな。ああ、そうなんかな、うんうん、遠かったな。いや、ほんまにびっくりした。片道5時間やで。俺らは4時間やな。あ、東京が5時間、うん、そうそう、大阪からだよ4時間。いや、とんでもないよ。あんまりだからないやん、そんなこと、うん、大阪東京間ですら2時間半やから。まあ屋敷さんの出身地、うん、もう田舎とは聞いてたけど、うん、ここまで遠いんかっていう、まあ、遠いな、まあ、その場所自体はそんなめちゃめちゃ田舎かって言ったら多分俺のところが田舎やけど、そうやね、遠さで言うとめっちゃ遠いし、交通がってことかな、うん、俺結構窓の映像、窓から見てた、外とかあんま見てない。あ、まあちょっと見てた、うん、めっちゃ水きれいやったで。俺やっぱ顔めっちゃ見てもらわないけど、透明すぎたし、いや、もう水質までは見てない。そう、水質は見ひんのか。あ、水質見てない、うん、あとなんか洗濯物とか干してて全落ちしてる家とかあったな。あ、そう、よう見てたな。そんな布団とか全部すごいな。そんなん見てた。田舎やったらやっぱもう地面も綺麗だから分からへんけど。ああ、いや分からへんけど、うん、それでわざと落としてるわけじゃないと思うけど。ああ、いや、ほんで途中でさ、うん、流れてきたん覚えてる？あの、なんか対向車が鹿にぶつかった影響でただいま遅刻、あの、ちょっと少し遅延しております、申し訳ございませんみたいな。ああ、あったかな、放送あったのよ、うん、で着いたら1分しか遅刻してないし。すごいの、やっぱ慣れに慣れてんねん。鹿にぶつかることに慣れてんねん。すごい田舎。俺もその地元の電車たまにぶつかんねんけどな、うん、でもなんかやっぱ結構時間かかるもん、はいはいはい、運転手さんが降りてその鹿どける作業とか、うん、鹿どけるで嫌やけどね、うん、結構やっぱまあまあそれぐらい田舎という。田舎やったね、うんうんうん、いやほんまでな、うん、もう駅着いたらさ、うん、わかんねんな、あのすっごいその熊野の人々が、うん、来た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 みたいな、俺らをさこう出待ちじゃないけどさ。ああ、西野ちょっと止められ、西野さんとか言ってた。俺、うん、俺スーッて行けた。あ、行けた、うん、俺はスーッて。あ、まあ一人ぐらい一人声かけられて、うん、声かけられたな、うん、俺と三島さんの速さ知らんやろ。知らん、ワンツーフィニッシュ。うせやん、うせやん。俺ですら止められてるのに。え、なんで熊野にハマってないの。あ、そうなんや、早っ。熊野にハマってない。三島さんのそのバスに乗るスピード半端じゃなかった。うぜやん、うん、俺2番目やったから。あ、そうなんや。三島さん1位。1位かい。3位南條さんや。いやいや、末さん人気ないみたいになるやんけ。末さんそんなことないから。いや、なんかほんまだ、まあ、ニューヨークさんがやっぱりね、うん、わーってなってた。でほんまいい街でな、うん、いい街やったよ。いい街行かしてもらって、ご飯も美味しかったし、あの、うん、ま寿司、あー、うまかった、うん、まあ、あんないい場所からあんな悪い人生まれんねやとちょっと思っちゃったけど。あんな悪い人、屋敷さんが。あんな芸風とはね、あのニューヨークさんのあのね、うん、芸風、もう
なんか悪口めっちゃ言うみたいな、うん、に考えられへんような温かい街という、うん、異名をつけてもええんじゃん。異名熊野の突然変異とか。熊野の突然変異ニューヨーク屋敷。いやなんかもう災害みたいな。いやすごかった、ね、いやあったかくで、あったかい、なんか、うん、その快感、うん、熊野のすごい田舎なんですけど快感があって、結構800人ぐらい入る、うん、まあ多分あのオーケストラとか普段やるんか分かんないですけど、すごい立派な、うん、舞台で、なんか最前列の人はどうやらなんか朝4時からなんで、あそれな、まあまあその、うん、チケット公演じゃないけど、そうチケット買うときに、うん、やっぱ向こうってやっぱインターネットないからさ、そんなことないやろ。いやそんなことはないでしょ、うん、インターネットない、うん、インターネット飛んでないっていう、飛んでないの船内という、いやめちゃわからへんけど、うん、まあまあそのだから言うたらちょっとご高齢の方も結構いらっしゃるから、まあまあまあ、ネット販売してなかったんな、うん、でなんかそのちゃんと何時から発売みたいなチケット売りみたいなで、はい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 、そこでも殺到してみたいな、だからもういい席取ろうと思ったらもう4時とか並ばなかった。あそれで、まあ、まあ僕らもネタやらしてもらってあったかくてな、うん、でカブポスターとかスイルガイさんとか、うん、ユニバースもみんなネタやって、うん、さあ地元凱旋の屋敷さんが、うん、こうニューヨークさんの出番になってバーって言った時にな、屋敷さんがただいまーってあれかっこよかったな。うん、あこんなんジャニーズ以外であんねん。俺だからそうただいまって地元で言うの絶対はずいなと思ったけど、うん、あれ案外見たらいいな、うん、あったかかったな。俺もやったよかったと思ったもん、キングオブコント優勝した時に南山城村でただいまーとか言って、うん、おーみたいな冷め切ってるやん。うん、いやあんま受けんかったけど、でもそうニューヨークさんやっぱでも結構もうな、いろんなことを経験してもう今引っ張りだこで、まあね、だからもうみんな大歓迎、まだ俺ちょっとあんまなしてない時にやってもしゃあないじゃん。まあまあまあちょっとな、いろいろなした後に、うんうん、ただいまーって言う似合うぐらい、そうそう言うほど、言うほどかっていう結果残してからも言いたいな、うん、何回も言ってるからロケ、うん、村、あ、あの南安城村ね、もう今されても何がってなりそうだな。いやいや結構何回もやってるから俺そんなことないと思うけど、うまあ、あの温かい村で凱旋、ね、ほんまに何してもウケるような感じでお前滑るのやめてくれよ頼むから。何がやねん、あんなみんなウケてる中でよ。何が、あ、コーナー、うん、コーナーで、うん、みんなウケてんねん全員な、あんなどしもネタ放り込んで滑ったらあかんねんお前ほんま。いやお互いやんけ。あのはぁじゃなくてびっくりして、俺がまあ滑ったのは一個あったよ。まあみんなで和気あいあいと喋るって時にちょっとだけね、ちょっとだけですよ、下ネタがな、下ネタやけど、まあ、ごめんなさいねっつってちょっと、うん、三島さんがな、三島さんの下ネタを言ったんですよ、うん、三島さんってエロくてって言って、ほらやっぱりファミリー層やからさ、で田舎のさ、そうそう、あったかい、ね、年配の方もいるからさ、女性をじらすために遠くから舐めた方がいいっていうな、うん、なんか三島さんがそれを間違えて壁から舐め出したっていう話をして、うんうん、めっちゃ滑ってねお前あれなだからもうその段階でもう下ネタあかんっていう頭に切り替えなかった、頭に切り替えなあかん、その後に TKO 木下さんから勃起薬もらったっつってめっちゃ滑ってて絶対あかんだよ、いや勃起薬って言ったってなったからみんな、あのユニバースのハラちゃんがえーって弾いてたからでその後負けじとまたハラちゃんが下ネタ放り込んでた、もう意味わからない、なんか YouTube で動物の交尾ばっか見てもう意味わからないもう最悪のくだり、その3人、うん、大反省よ、大反省、川瀬もびっくりしたもんなんで行くねん、うん、コロチキとハラさんやばかったなみたいな、ほんまにハマってないんだからね、熊野で下ネタダメですよ、うんうん、気をつけよほんま、お笑いちょっと俺らちょっともうちょっと気ぃつけて行こう、行こう行きょって行こう、あーお笑い、うん、あーお笑い滑ろうも頑張ろう、滑ろう、うん、滑ろう手抜いてんのか知らんけどな、滑ろう手抜いてない、手抜いて全力でやってんねんな、大喜利やって、うん、この中でわざと滑ってる人がいるって見つけるやつね、うん、そう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 、うん、それで俺が滑ろうじゃなく普通に俺の頭で答えてたのにクッキーさんがお前滑ろうちゃうかっつってお前そんな大喜利弱かったっけって言って疑ってきて、まあ俺は結果滑ろうじゃなかったんですけど、終わってからクッキーさんがお前めちゃめちゃ大喜利弱いないかいや僕弱いんすよ、お前なんかできそうな感じ出すな終わってからそんなこと言われることないねないねん、お前頼むでお前その大喜利強い感じで、大喜利強い感じ、大喜利強い感じでおしゃれすなお前、だから大喜利強い、大喜利強い感じでファッションセンス出すなお前、違う違う別にええやん、大喜利強い感じの筋トレすなお前、別にこれ大喜利強いコーデじゃないの、大喜利強くなかったお前こっから紐出えへんやろ、いや違う違うええねん、その別にここ紐垂らしててええやろこれこれなんであかんねんこの紐昨日の TikTok ライブで鬱陶しかったお前の回し蹴りの時紐ついてくんの、なんで紐垂らしてたあかんねん
え、それで言うと昨日の TikTok ライブでサムライゴッキーさん一緒やったんか、サムライゴッキーさんっていうちょんまげのサムライの格好してた、そうそうね、ここがTikTokerの方、スキンヘッドなんですよ、ちょんまげで、で、海外で、まあ言ったら海外に向けてそのすっぽんやったっけ、あれだって、一番再生されてるの何ボスだっけ、8000何百万再生、すごいよな、とんでもない、その方が、サムライゴッキーさんがなんか引用というか俺にタグ付けして、その日の感想をなんかね、インスタのストーリーに載せてくれてたんや、読んでいいですか、読んでくださいよ、まさか30分一緒に仕事しただけで、こんなにも刺激を受けて勉強になるとは思わなかった、まず本番始まる前からナダルさんの西野さんへの絶対的な信頼がすごくて、どんだけ滑っても全部西野が何とかしてくれるから絶対大丈夫って言ってくれた。これさ、ボケで言ってた、おぼくそボケ、おぼくそボケやろに、でも拾えるわけないもん、サムライゴッキーさんがあの、あ、なんて熱い信頼関係だもうまたもいい人すぎて、めっちゃいい、いやいや、ありがたいけど、いや、とんでもない長文やな、ほんで、そうやろ、で、びっくりした、その後もあるから、いざ本番始まってからナダルさんの爆発的なお笑いへのスイッチオン、あんま言うなそんなこと、めっちゃ恥ずかしいよ、ゴッキーさん、スイッチオンと勢いがすごくて、それを一つ一つコンマ何秒の速さで全部突っ込みながら進行していく西野さん、とても3つ年上の人の技量ではないって、ここで俺、あ、年下やったサムライゴッキーさんスキンヘッドでちょんまげやから、確かに服装もわそうやからな、なんか年上やと思ってんけど、うん、年下やなんやとなって、うん、年上ってこともあったり、テレビの影響もあり、コロチキを引っ張っていきつつ、創造的で自由で太陽みたいに明るいナダルさん共演者もスタッフも視聴者もみんなが楽しい、面白いってずっと思える雰囲気を作るのがナダルさんだとしたら、雰囲気を一切崩さずに勢いそのまま進行もしていく西野さんはまさしく天才だった。9年前の2015年にキングオブコント優勝していて、そのネタを書いている西野さんは本当にさすがだと思った。初手で緊張している俺のことをベタ褒めしてくれて、緊張をほどいてくれたのも本当に大きい。ダメだ、リスペクトが止まらない、どうしよう本当にいい一日でした、楽しかった、もっと頑張りたい、もっと頑張れる、もっと頑張れる、いやこれはちょっと、いや嬉しい、俺らもなんかわからんけど刺激受けたら、いやこんな褒められると思ってなかった、こんなお前、いや TikTok 生配信っていうね、うん、もうほんまに、うん、なんていうの、ゆるいチャレン、ペットボトルチャレンジとかな、そんなんをやるだけの30分やったんですけど、うん、んそんな刺激受けてくれた、サムライゴッキーさん、あのさ、トイレのすっぽんあるやん、はい、すっぽん頭につけて、はい、あのゴッキーさんがつけて、はい、ひっついだって、俺もやったら案外ひっついて、はい、あ、奈良さんもひっついて、戦うぞって、うわーチャンバラみたいなね、あの時どう思ってたんやろ、うんうん、めちゃ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 滑ってたけど、あの時も刺激受けてたんだよ、あの時も尊敬してくれてたんかなあの時だけちょっと俺心離れたんちゃうかと思ってたんやけど、うん、余裕でスタッフも下向いてたからあのチャンバラした時全員が変な空気になってたけどな、分からんもんですね、分からへんね、あ、まあまあ昨日はそんなことがあってありましたね、でまあ収録とかも大阪であったりして、うん、まあフリマね僕やって、うん、どうでしたフリマは、もう大盛況よ、大盛況、びっくりした、そう15時からって言ってたんですけど、うん、もうお昼の段階で12時ぐらいに50人ぐらい並んでて、うん、はい、でもう整理券、うん、配っていくんですけど、まあ言ったらパンパンになっちゃうんで、その店内が、うん、なんで15時15分になったら来てくださいとか、うん、そういう整理券を配るんですけど、15時に来はった方が、うん、もう受け取った整理券が次は18時からっていう、え、そう、もう入られへん、次18時から、そうだから15時から来たの3時間、そう18時までの枠がもう埋まってん、だからちょっと申し訳ないけど何も俺のアイテム買えなかったっていう人も、ちょっと待って、ほんな朝4時半に並ばなあかんやもんな、うん、熊野じゃないからさ朝4時半どういうことどういうこと、朝4時やし、熊野そんな並ばない、あ、4時か、うん、ちょっといろいろ間違って、4時半って聞こえる、うん、ただいろんなとこから来てくれて、うん、神奈川からこのために来ました、うわ、ただ整理券が遅すぎて受け取ったその何もその来れないですみたいな、私ちょっと来ただけやん、うん、来ただけってなっちゃったから、もうそういう人はもう写真とか撮ったりはしたけど、うん、サインとか、いやもうありがたいことにほんま俺コロチキ西野と、まあ居酒屋ビッグファイブマスターのラブニーと、うん、2人とも
結構ね、皆さんアイテム買ってくれて、ラブニーも出してた、ラブニーも出してたラブニーのアイテム売れた、ラブニーの売れた、やっぱ俺のやつが16時過ぎには完売しちゃって、あ、そうなんや、で、もう、あ、ないんですか西野さんのって言って、あ、でもラブニーのアンゴル、ええやろで、ラブニーってなってあ、いや、俺がよく行ってる居酒屋のって言って、でも、ラブニーおしゃれやから、うん、あーとか言って、ラブニーのパーカー買ってたがっかりやで、お前神奈川から来てラブニーノしかなかった。いやいやいや、そんなことないよ。そうやろ、普通に考えて。いやほんまに、うん、俺もこんなに来てくれると思ってなかったから、うん、でナダルさんのもね何点か出しましたけど、はい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 、アウターが、まあ、上のシャツとかが3着で、うん、デニム、うん、アディダスの珍しいアディダスのデニム、うん、1着、やっぱりナダルさんの速乾、速乾、うん、ただなんでか分からんけどアディダスのデニムだけ最後の方まで残ってなんでか分からんけど、珍しいねんけどな、うん、なんかナダルさんの大体速乾するんですけど、なんかアディダスのナダルデニムだけなんかずっと残ってて、で あまりにも残ってたから、あとキャップ、俺のキャップが1つ、スニーカーが2つ、うん、あ、お前のもほぼ売れてて、ほぼ売れてて、あ、このデニム何なんですかってあ、これナダルデニムですよって、ナダルが履いてたアディダスのデニムですとか言って、でのその男の子やってんけど、あーとか言って違う商品見らしなんかアディダスの、あれなんかおしゃれやったけど、ナダルデニムだけちょっと、ね、ディーゼルとアディダスのな、他はもう速乾やったんけど、まあまあ大盛況ということで、そうかそうか、はい、あとまあ男の子が多かったな、めちゃくちゃ男の子がもう来てて、うん、もうハッハッって鼻息荒くってて、もう西野さんのもう筋トレとファッション全部真似してますとか言って、筋トレもしてる子も、筋トレしてるって、僕西野さんの見て筋トレ始めました、うん、どうなん、ほんなら前の東京とさ、うん、肌感でいうとどっちが、うん、あれやん、バッてきた感じだ、今回の方が多い感じ、ね、人数的には多分一緒ぐらいやけど、うん、200何十人来てくれて、うん、ただなんやろ、その熱量、うん、もうって感じの鼻息の荒さで、どう大阪会えたっていう、うん、まあ初めて開催したっていうこともあったし、うん、いや俺男の子があんな増えてくれてるのめっちゃ嬉しかったな、筋トレのおかげというか、うん、筋トレやっぱ男がこう、うん、なんかこう、いやほんまに僕も始めましたみたいな、うん、嬉しかったっすね、うん、あれはマジでやったもんな、うん、マジでやったもんな筋トレ、うん、でもほんまなんかこうね、いい風に転んだな、初めて思った、ほんまに、もう初めていい風に転んだんちゃう、もうサスケの時はどうなるか思ったけどねあんだけ鍛えたの、まあでもフォロワーも増えてな、まあまあまあありがたいですね、うん、うん、でまあまあそのフリマ終わって、うん、まあまああれか収録とかもあって、うん、漫才劇場とかあれか、あれもね NGK とかいろいろあってね、モグラもおもろかったな、なんで空気階段のモグラ、ちょっとあの遅刻しちゃったやんか、うん、遅刻しちゃって謝りに来てな、楽屋、覚えてる、覚えてるよ、奈良さんに謝りに来てすいませんでしたみたいな、で奈良さんがいいよ、ね、遅刻のしゃあないやん、いや僕が遅刻したせいでコロチキさんが10分尺に5分やったな、もと10分尺に変わって、で10分尺になったということでナダルさんがかかってしまったいや俺別にかかってないねんけどないや汗と飯行ってんけど、うん、ランチ行ってんけど、あもう汗がナダルさんなんなんすかマジでかかりまくってたやんって、で舞台それざわついてましたよ、で舞台監督の前田さん、舞台が前田さんがもうあかんこれナダルもう声出したらいい思ってるわあかんこんなんつってもうほんまに舞台袖でやばい、いや分からへんけどさ、うん、俺あんな時ようあるやろ、まあまあようある、だから俺はもう別にでもう慣れてるというか、俺もだからその、うん、まあまあ客笑かさなあかんけど、うん、もうなんか重いなと思ったらもう自分でおもろかったよって思った、うん、西野が笑って横で笑ったりするやん、いや俺もう笑ってたやろ、うん、その一発目変な感じだってなってたやろ、なってた、別にまあそれはそれでもうええから、俺もいちいち突っ込まへんし後から言わへんやん、もう、うん、かかってたでとか言わへんやん、うん、もうかかってんなと思いながらやってて、うん、あるしな俺別に、うん、そうそうそう、あでもちゃんと俺その時にエゴサーチしたけどおもろかったって言ったやつおったね、一体感、ああ、まあ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 何の一体感もなかったって言うけど、うん、結局ちょっとあったっぽい俺もすごかったけどすごいやんその人への信頼感、そのエゴサーチして一人やろそうどんだけ信頼してんねん、そのやっぱその一人の声があるってことは一人いたらかける100ぐらいおるからね、あそうなの、そうそう基本ね、あま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 あちょっと亜生がびっくりしてたって
まあそんな感じかね、いろいろねありましたけども、はいはいはい、まあメールいっぱい来てるんで、うん、あら、はい、メールも読んでいきますか。おー、すごい、やっと昨日東京帰ってきた。だから俺は明日からまた北海道で泊まりやろ、うん、ほんで、あ、ちなみにあの YouTube の企画なんですよ、うん、で、まあ動画出すと思うんで、企画というか案件というかね、あ、ありがとうございます、まあ、はっきり言わんでいいよ、案件って案件なんやと思って見られるから、うん、まあ、また見てください、はい、で、北海道泊まりで、まず、あ、東京帰ってきて、次の日福岡やろ。そうやね、そうやね、移動多いね、福岡行ってもうめちゃくちゃ遠い、日帰り、いや、ちょ、腰終わるな、マジで、さすがに戻せなあかんだよ、うん、はい、はいはい、ラジオネーム、うん、ルトガー、ナダルさん、西野さん、こんにちは。こんにちは。マッチングアプリでお笑い好きな女性とやり取りをしており、 お笑い芸人の YouTube で何を見ているかと聞かれたので、うん、ラランドとコロチキと答えたらブロックされました。ラランドは女受け悪くないはずなので、コロチキと答えたのが原因だと思います、うん、どうしてくれるんですか。いやいや、いや、よかったやん。いやいや、俺らのこと好きじゃないともうにわかよ。あ、ま、にわか、そう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 、え、だセンスない、まだ俺で笑われへんってことやろ。まあそうだね、その感覚ないってやつやろ。うん、うん、よかったやん、キレて。あ、逆に俺で笑えへん感覚持ってるやつ、やっぱり逆にブロックされてよかった、うん、よかったよかった、しょうもないやつでよかった、なるほどなるほど、分かった。それかただただ、はい、ナダルとか西田みたいなのが嫌いとかな、西そのクズ系、うん、クズ系受け付けないっていう子かもしれない。自分のこと、自分の名前間違えてるのかと思った。なんで俺が自分で西田って言うの。西田ね、はいはいはい、いやこれだからよかったよそれ、うん、でもほんまに何回も言ってますけど、うん、僕らのオンラインサロン、うん、もうファンクラブに来てくれてる、コロチキ大好きです、ナダルさんほんま大好きって言ってる子ら、うん、絶対いい子らやもんな、うん、そうやで、みんな性格いいもんな、うん、ナダルは好きなんやで、うん、ナディとか言ってる、そうやで、うん、ナダちゃんとか、俺がやっぱどんだけやっぱオンラインサロンめんどくさそうにやっても全員褒めてくれるもん、うん、仕方なかったねとか言って日記毎日書いてるんですよ、お互いで、今日は西野の日、その次は奈良の日って、もう毎回もう書かないんですよ、次の日の朝に書くん、ほんならもう最近昼とかなってるもん、昼とかなってるやん、で、すんませんみたいな、書くつもりやったんですが、クソとか言って何言うとんねんって来るはずやのに、チャットの中ではナディちゃん仕方なかったね、何言うとんねんクソってほんまわけわかんない、昼までぐっすり寝れてよかったです、何言ってんのと思って、うん、逆に俺にちょっと冷たいよな、うん、もうだからすごい現象起きてますから、うんうん、そりゃそうなるよ、でもな、いや意味わからへん、芸人の先輩もというか西野に苦言呈する先輩多いからね、え苦言、うん、うん、苦言頑張ろうや、でもないやもう苦言多いって、俺に誰が言ってた、クッキーさんとか、うん、いやクッキーさん、大輔さんとか、うん、フジモンさんとか、大悟さんとか、品川さんとか、めっちゃ出てくるやん、なんで俺は好きよ、ちょ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 そのそっちがくらなんのはちゃうやん、俺は好き、なんやねんそれ、どうしたどうした、いややばこの時間この変に小声なるだけです、はい、ありがとうございます、お願いします、うん、ラジオネーム、うん、魔物ぴょん、魔物ぴょん、なだきゃぴゃなだきゃ言ってる、なだきゃソーティン、こんにちは、よろちき見て思ったんですけど、松沢くんって色白で細身でかっこいいですよね、かっこ九条城さん系統、ちな、ちな、身長も高いんですか、そしたらタイプです、うわかっこ西野さんごめんね、今の松田君の反応見ましょうか、うん、パソコンから全く目をそらさずニヤってした瞬間ギロってこっちもなんやねん何最初から素直に喜ぶ感じじゃなかったよ、あいつ生そうでいいやん、何を似合ってしてキロやん、だからキロなんやねんそれ、いや嬉しいな、おい褒めてくれてるやん、ありがとうございます、うん、しかも東大主席やからね、そう東大主席も、うん、今めっちゃ底根やけど、うん、ドーン行くよ、えこれそこだから今買いってこと、買いだからあの株で言うとだから今値段低いからポンって上がるから、あー買っとけばいいよ、はい、そういうことね、こんな説明いいねこれごめん、偏差値39やもんな俺の1個上、で俺の誰さん、大原さんやったっけ、ええ感じせよマジで、俺の偏差値ちゃんと調べやがって、あ、偏差値ツイッターでなんか、あな何やら39ってどうやって調べたの、調べてないですよ、だから俺が言ったからやろ、はい、うん、あ、そういうこと、うん、だから無理すなって偏差値低いねんから何を先回りして俺知ってんでみたいな、あ、大原さんが書いたんじゃないやん、言ってたから俺がそれを言っただけやんか
何言ってんの面白い松田君身長何センチって177です。おお高身長やったらタイプですやって高身長やん、うん、西野が俺、うん、俺170そう、うん、170ね170やで俺紐垂らしてんのええやん170やったらカーゴパンツの紐垂らしあかんのええやろいやよかったね、はいはいはい、こうやってね、うん、徳永が怒んなて思ってないですよいやいやなんか俺はいみたいな確かにさっきまで立ってやってんのにな滑り込んでんのあぐらかいてねはいはいはい、ね、はいありがとうございます、うんラジオネームあジャルジャルラバーガールコロチキが好きうわ、ほんと好きなんやねバラバラやけどねジャンルが、西野さんの行動力と継続力が継続力、ね、継続力が、うん37ちゃう行動力と継続力があるところ、うん、めっちゃ尊敬してますあら100日企画をすることもですがその動画を毎日作って載せてるところが本当にマメで見習いたいなと思ってますかっこ作ってるの西野さんですよねあとすぐ寝れるのも無駄がなく時間やエネルギーを効率的に使うことができていて素晴らしいと思います確かに西野さんこんな素敵なのになんでナダルは知るほど好きになるけど西野は知るほど嫌いになるなんて言われちゃうんでしょうか悲しい書くは言うとか言う私もナダルさんの方が好きですそうなんかい西野さんもっと愛されてもいいはずなのにって言ってますねはいしゃあないねそれはもうズタボロやないか、うん、知れば知るほど嫌いになるってやつねうんまあねでもしゃあないみんな言うからなどうしたんやろ、うんうん、でもまあ俺好きやけどな、うん、ああそうですか、うん、かわいそうやね、うん、救いようないやんこのいやでもまあまあそのなんか鼻につくんやろな分からへんけど、うん、分からへんやそれはもう、うん、かゆくなってきたえ冗談やからな全部、うん、はい、はい、ラジオネームアッセイアッセイ奈良さんの弟子、亜生さんが結婚しましたおめでとうございますめでたいのでよろしきチャンネルに呼んで お祝いしましょうあ、ええー、ね確かにねお祝いしようか、亜生お前だよあれね、もう言うて明るいニュースですから、うん、唯一のお前ほんま今年になって亜生、うん、おめでとうおめでとうやで、うん、はい、あとは、あ、これラジオネーム、野菜を食べ野菜黒ナダルの感想を送っても西野が嫉妬してメール読んでくれないピエンそんなことないよ黒ナダルでナダルさんが西野も喋り苦手と言っていたことを告げ口しときます西野も喋り苦手あと今の時点で亜生さんがナダルさんには結婚祝いのお礼のツイートしてるけど西野さんにはまだしていません負けないでくださいいやいや来た来た来たよ、うん、ちゃんとね、うん、遅かったけどちょっといやこれ覚えてるわ俺何いや黒ナダルやってたんやこの前うん誰のやつえいや誰のやつって黒ナダルやんかその誰の回ねあの好感度どっちが低いか好感度嫌われを決定するああで札上がるやつはいはいはいあ見てて、うん、ほななんかMC が下手そうなのはみたいな、うん、じゃんみたいななんかナダルさんの方が多かった黒ちゃん、うん、で下手でしょみたいなクロちゃんに言われてて「いやできますよ」みたいな「だから西野がやってるんでしょ?」みたいなやったら「いや西野ももう喋り下手ですよ」って言ってる「えっ?」て言って「何、うん、そんなこと言うの?」なんでその相方下げるようなだから自分上がるためにね「喋り下手ですよ」って言うこの前もこういうこと言ってたんですよ」とか言ってくれたらいいんだけど「もう喋り下手で下手で」みたいなもうただただ下手ということだけを。やめてくれる勝ちたいからねじゃあなんかエピソードつけてたんやけど、うん、勝ちたいのよほんまにクロちゃんもああみたいなほんま下手なんやみたいな、うん、なってるか、うん、受けてもないというね受けてもないでもオンエアようやるんですよ、ね、やめてください、うん、はい一回止めます、うん、はい、はい、待ってますラジオネームずんだもち今西野が一番輝いてる時期なので西野軍団ソーティン軍団オーディションとかしないのですかああええー、なお前今一番輝いてる時期なのその人このずんだ餅からそう見えてるお前的にはどうなんいや俺は一番輝いてる時期しかない、うん、そのそう思わんとあそうなんだから常にもう今が一番輝いてるし、明日は明日が一番輝いてるうわ気性悪いね
もっとやっぱだからだがあかんじゃん、ほんまにもうもっともがこうとしなあかんじゃん。いやだから一番抱えてるのと思う。もっともがこうせなあかん、うん、それもやんねん、その姿勢見せるやん、そこが抱えてる、わかる。もうだからどうあがいてスーパーポジティブ男やん。どうあがいてもその瞬間が一番抱えてるってことになってまうやん。あ、なるほどね、うん、その例えば大喜利滑っても、うん、クソで滑ってお前大喜利弱すぎんねんとかでも一番抱えてんねん。抱えてる、なんとかした方がいいで、ね、ほんま心配なるわお前。そこで次頑張ろうって気持ちだった方がいいよ。そう思わんと、うん、次頑張ろうとも思ってるし、うん、そうそう、あ、ソーティング軍団オーディションか、なるほどな、確かにな、西野軍団今万次郎の大寺しかいないからね。大寺とも全然飯行ってないっぽいけど全然飯行ってない、うん、この前な会った時、うんうん、めっちゃ昔行ってたっすよ、昔行ってたっすよって言ってた家が遠くなっちゃったからね、うんうん、つい最近やけどね引っ越した、うん、いや違う違う、大寺がね先にそっち行っちゃったから。はい、ラジオネームここにナダルを置かないでください、うん、ナダルさん、西野さんがせっかく亜生さんに結婚おめでとうコメントしてるのに、あ、これまた言ってるな、一緒のやつやな、西野さんだけ帰ってきてないよ、こんなん見てますねみんな、あ、みんなすごい見てるわ。ラジオネームポテト西野さん、スタッフの皆さん、こんにちは。俺はえお前やってほしい企画があって連絡しました。TikTok でチピチピチョバチョバルビルバって、これ前も言ったな、うん、っていう海外の女の子の曲が流れてるんですが、うん、っていうやつな、うん、それをアニメの声を学習させて AI に歌わせてみたらナダルさんにそっくりだったっていうのが話題になってます、うん、前読んだじゃん、それこれ読んだな、うん、何してんの。いや、もう一回送ってきたんじゃそのあまりにも読んでほしい。え、で前も読んだんじゃん、それ確か。いや、あ、ちょ、同じやつコピー&ペーストすんなよ、俺らも時間ないねんからあ、これは読んでない、はいはいはい、ラジオネーム馬のそが子、西野さん、梶原さん、ナダルさん、ダンさん、大和田さん、ダンさん、いつも金曜日の更新を楽しみにしています誰読んでないやろ、これ誰分からへん。前回のエロチキラジオの中でナダルさんのメメクソがメメクソがメメクソがついてるが超ウケました。わ、ショート動画上げてほしいです。キリュウインショウさんならすぐコラボしてくれそうな気がします。エグスプロージョンさんの千利休のコロチキバージョンとかも見てみたいですまた別件ではありますが、だいぶ前のシャビチキトークライブですねかなんかの罰ゲームでバンジージャンプって言ってましたが、もう終わりましたでしょうか。私がその動画を見逃しただけでしょうか、教えてください、よろしくお願いします。言ってたのどうする。いや、バンジーねやろうと思ったんですけど、なんか大変な事故が起こったらしくて。どこで。どっかどっか、うん、それはどっかで誰かがどっかの誰かが、うん、それやろうとしてた場所でとかじゃなくて、うん、どっかの誰かが、うん、いつか分からへんけどなんか起こったらしくて、うん、どっかの誰かがいつかそれなんか俺でも送られてきてん DM で、だからもう危ないんちゃうってなったの。あ、ほんまそれしようと思ってたんですけど、はいはい、やりたい、やりたいでしゃあないんだけどバンジー今うずうずしてる、うずうずしてる、ほんまやりたいくてうずうずしてるけどちょっと危ないってなって、あ、腰もヘルニアやし。なるほど、っていうことらしいです。ちょっとねごめんね、うん、やりたい一番嫌な終わり方、うん、いやね、まあちょっと落ち着いたら行くかもね。何やったもんね、そのさっきのダンさんとかやつ分からん、意味分からへんねんけど、うん、ダンさんなんか俺らが重大ななんか見逃してる。大和田さんって何、あのあれ半沢直樹の、ああ分からんけど、ダンさんは何やろうな大和田総務じゃないのこれ、大和田さん常務な、常務かなんか分からんけど、梶原さん総務でお前、大和田さん分からへんけど、ラジオネームここ色のトミーズマサ、またや、西野さん、奈良さん、こんにちは、うん、お二人は先週のラジオでここ色が何か知らない様子でしたね、うん、ここ色、うん、ここ色って何って言ってたの、確かに、うん、ここ色は大阪のどうことトミーズのマサさんが ABC テレビで14年間ナレーションを務めた伝説の番組ですよお二人の大先輩でNSC 一期生のマサさんの番組を知らないのはやばいですよ。やめてくれ、もうかっこ殺されるかも今度マサさんの弟子の濱家さんと謝りに行ってください。ちょちょちょ、何が何がや、ちょ頼むわ、俺らを試すようなことするやめてくれや、やめてほしいわちょっと、うん、あんま言いたないけどほんま、うん、俺ら追われることそんな知らんだよほんま。いやマジでギリギリやってますからね、ここ色 ABC テレビで14年間ナレーション務めたいやいやちょっとむずいわ、勉強不足か俺ら、ごめんなさいほんまもう、うん、
てないね。いやちょっとマジで面白そうやな。でも話なんか名前聞くだけで、いや面白そう。見ますか。うん、見たい。いやもうまだやってんの。いややってないんか。もう YouTube とかやってたら失礼やし、もうどうしたんやねこれ。逃れられへんで、ほんま。ラジオネーム、はい、ティッシュはなんぼあってもいいですね、うん。この前のラジオで浜ちゃんがにまた西野出ると言っててマジ嬉しい、うん、前に出た時も楽しかったし、うん、もう毎回西野でいいじゃんって思うぐらい思ってたから早く見たい。ゲストと浜ちゃんの間でうまいこと進行してみんな楽しそうにしてて、西野の陽キャとお笑いの地頭の良さが生かされてた。嬉しいな。いいね、ベタ褒めや。ただただ今日はちょっと結構褒められるね。今日は褒められるな、うん、あでもナダさんも褒められてるよ。あらラジオネームラブナダティアナダティア大好きだよチュって来てますね。読むな。え読むな。いやいやいや褒められてる。そんなやつは褒められてるよ。なんやね今の、うん。ラジオネーム隣のナダルナダちゃんのコンビニ写真がバズってたので世の中の需要を考えてナダちゃんと結婚したらこんな感じだよってのを味わえる動画をお願いします。ナダちゃんが旦那さん役で視聴者さんが、奥さん娘ちゃん目線で見れるやつ。ナダちゃんが掃除機とかしてくれて美味しいってご飯食べてくれて娘ちゃんの子育てもしてくれて…てんてんてんハートここで終わってます。もう勝手に。いやもうそんなあげてるしな、うん、ほんでルーティーみたいな。ラブなんかラブナダプラスみたいな、うん、恋愛シミュレーションのやつね、うん、全然言ってないよそれ。でもめっちゃ来ますよ、そのやっぱりナダプラスの第2弾とか、うん、秘書かるやろあれ、うん、いやあれめっちゃ面白い。あれやろうか久々に。なんでやねん。いややってみよう。この声がもう止まらんからさ。めんどくさいねんな。いやいややろう。めんどくさいねんなとか言ってんのももうなんていうの、もう旦那として言ってるみたいな、もう全部その目線でね、奥さんと娘さんの。はい。歯磨きでえずいたりするけど大丈夫。え歯磨きでえずいたりとか。あ、いやいや、うわーっとかって、マッキッキやなとか言って言うマッキッキやなって言ってんの。キツだ。誰に言って一人で、うん、うわーマッキッキってどういうこと。何がタン、タン、タン。あ、歯磨きのよりタンで、うわーマッキッキやなその本も出るけど大丈夫。いやー俺は大丈夫じゃないけど、そのこの方は大丈夫ちゃう。はい、ってな感じかね。まあ、はい、メールもう全部読んでたら奈良さん怒っちゃうんで、もう切れそうやもん、はい、切れそうです。あ、これだけ読もう。なんやね、ラジオネームおっぱいがいっぱい。おっぱいがいっぱい。ザディさんが可動式の羽を200万で作ってやってたな。貯金がなくなりそうなので、やはりコロチキとコラボか KOC にトリオで出ましょう。可動式の羽もお披露目できるし、コロチキもナダルさんが天使になるネタあったし、偏差値38と東京理科大近大のトリオはかなり活かしてるし、マジで考えてみてほしい。新一さんがいてもいいですっていうね。ザゼイが200万使ってこう動く羽買ってたね。あれすごない？めっちゃかっこよかったな。ちょっとめっちゃかっこよかった。でもあんなすぐ潰れるんちゃう。分からへんいやそうなの。分からへんけどあんなメカやん、めっちゃ、うん、あれ何で使うんやろな。でもネタ中とか邪魔やもんな。ただ持ち運ぶのしんどいし。やっぱザディって常に何か考えてるからな、話題になるように。これも話題になったな。バズってた。バズってはいるよな、うん、どうなの。ニュースとかなってんのかな。ニュースにはなってない。ニュースにはなってないんちゃうか。バズってた。でもあ7万いいねとかなってて。ああ、うん、じゃあまあまあまああれか、うん、まあまあ、まあ話題にはなってんのかな。200万分取れたかった。やめたれやお前。いや200万って考えるとさ、うん、お前も散々経験してきたやろ。100日かけて何もならへんかったピアノとかさまあまあね、うんうん、一緒やで。だから結局ザジーと俺ってちょっと似てんのよねなん かやろうとすること何にもならへん。だってあいつ24時間連続何やったっけ、あの配信、生配信みたいな。100時間やったかな。1000時間とかじゃなかった。1000やん。1000時間連続生配信とかやってるんですよ。もう全然話題になってない、うん、一緒やで。ザジーのこと言ってるけどお前も、うん、俺、うん、そのたまたま筋トレのやつがな。でもザゼと二人で喋っててこの前、ほんまになんか言ってくるやつおるけど何にもしてへんやつが言ってくるよなって。まあそういうやつや。いやいやそういうやつじゃなくて、そのなんかザジも一生懸命やってんねんからさ、うん、お前も気持ちわかるやろ。あ、ザジやめたれってことや俺だから。ああ、うん、かわいそうやろ。でも1000時間生配信した後にあのなんか、うん、あれよ、
あまりにも動かへんみたいな、ね、寝てるとこまで配信してたからで、バンされて動かなすぎてバンされんのあれ一回バンされてで、ね、動かん、あの AI が何にも動いてなかったら静止画として判断してバンすんねんかだから、ダディ次から寝てる時風鈴垂らしててちょっとでも動くからそんぐらいやってたからねかわいそうやな、うん、かわいそう、はい、はい、ということで、はい、まあまあこんな感じですけども、ね、もう明日から2月1月終わって、ついにね、もうライブとかも始動しますんで、うん、3月1日に、もう言っていいと思いますけども、無限大ホールで、コロチキチャレンジ3月号というね、もう始まる、ついにね、はい、2冠を取るための、キングオブコント王者が2冠を取るための漫才ライブ、うん、もう名前変えました、はい、コロチキチャレンジに。コロチキチャレンジにします、うん、ハードル上げすぎた、正直。ちょっとハードル上げすぎたんで、うん、やっぱチャレンジに。うん、チャレンジ精神。そうそう、ぐらいのね、うん。コロチキチャレンジ3月号ということで、ゲストユニバース。うん、ハードルをガンガンに上げて、もうものすごい下潜って出てきたりしてたから。うん、今、ちょっと一応発注はかけてるんですけど、ほんま子供チャレンジみたいなイラストにしてもらおうかなポスター。それぐらいのね、まあ、初心をね。そう、初心忘れてたから。忘れてたから。俺らチャンピオンやで歩きすぎた、ちょっと。はい、ちょっと、格好つけすぎた。はい、はい、3月1日に、無限大ホールありますんで、はい、もしよかったら、皆さん来てください。お願いします。また、チケット情報出ると思いますんで、うん、はい、チェックしておいてください。はい、奈々さん一言ありますか。もうこうやって長い時間見てくれた視聴者の皆さん、いや本当にね、皆さんお願いしますよ。本当にまたぜひまたライブ来てください、うん、お願いします。またそんなじゃかやろ前の顔の方が好きやったな。いや、そのお前がもっとガッツ来てくれたらいけんねんけど。あ、ほんま、ごめんごめんはい、ということで、はい、ありがとうございました。